今日は2月1日です。12日ちょうどです。明けましておめでとうございます。旧正月ですけど、見に行けばよかったかな。一人で行ってもね、つまんないからね。さて、こんな感じでいつものごとく地味に新年を迎えました。ここから本題。内容は食レポというか、ゆるい肉食の記録です。毎日一食は肉入りカレーを食べてます。子供の頃の夢だった毎日カレーが実現している感じ。柔らかい肉と甘辛いカレーのルーは偉大です。1年に1回食べるかどうか程度なので、50食で50年分です。このままだと一生分いいな。ライセブンのカレーまでマレーシアで食すことになると言っても過言ではないでしょう。はい、今日は旧正月、新年でございます。明けましておめでとうございます。昼間休憩中ですけど肉はがっつりいきます。このカロリーゼロのペプシと合わせてね、 10.5 リットルです。安いです。マレーシアはコーラよりもペプシの方がなんか結構見かけますね。香りが良く、微炭酸で飲みやすい。でもペプシ最高だ。ちょっといただきますかねあ、めっちゃ柔らかい。トロトロビーフめちゃくちゃうまい望まない肉食とはいえ不満はない。カレーは偉大です。トロトロの牛肉です。いや、うまいな。絶対眠くなる、うん、うまい。この柔らかさである。食感、味、ともによし。非常に名残惜しいですが、最後の肉会を食します。ごちそうさまでした。いや、この牛肉は多分上板橋にこの価格じゃ売ってないと思うな。しかも0キロカロリーのペプシ付きです。肉は安い外食でまあこのクオリティで300円はね、まあ、確かに日本じゃないかもしれない。菜食とは対極の食い物ですけどあと油麹さん食べれなくはない、はい、それだけのメモ動画でした。うまい。はい、今日はマッピューマからマトンカレーを食べております。あ、柔らかい。牛肉じゃなくてマトンです。あ、うまい。味うまい。日本で食べるカレーと変わらないですね。おいしいおいしい。カレーはなんか最高だ。柔らかくて美味しいです、うん、ボリュームありますね。最高です。ごちそうさまでした。肉を食べる人にはマレーシアのいい国です確かに安い。雨がひどいです。
食後は砂糖抜きのカフェラテ、キャラメルラテでばったりです。シンプルだけど香りとほのかな甘みが美味。黒ウーロン茶飲みたいところですがないので仕方ないですね。ランキングじゃないけどお気に入り第3はチキンカレー。肉があっさりしてて食べやすいです。夜もカレーです。レストランターズです。旧正月だからさ、もうがっつり食おうと思います。いただきます。ナイフがないのでかぶりつきます。皆さんは手で食べてます。肉はね、脂身がないんです、あまりね。あ、これ燻製だ。なんかちょっと燻製っぽい感じがします。めっちゃうまい。画質、音質ともに良好。ピクセルの帰還をただただ待つばかりです。いつも手持ちだからちょっとね、残念だけど、まあ、うまいです。うまい。カレーはあっという間に食べ尽くしました。次は野菜。カレー風味の野菜です。美味しいです。マジで美味しいです。正月なのでガッツリ行きます、うん、しばらくはカレー三昧の日々が続きそうです。ここからは最近食べたものを軽く紹介。いつものハッピーレモンですが、会員価格で 10% オフ、ラベルに私の名前が出るようになりました。ピーチの岩塩とチーズのお茶はさっぱりしててなかなかうまいです。そしてピーチの後にマトンカレーです。翌日のマトンカレー、昼間からボリューム満点ですが幸せ。別の日のマトンカレー、この日はカレー食す前、爆音で正月を祝ってました。なかなか賑やかでしたね。これがこの時食したマトンカレー、ボリューム満点です。これは昨日食した中華麺。今日はまた中華の店で麺を食べます。最高だな。このまあ米粉で作った麺も炒めてるんですけど、すごい香ばしくて本当美味しいんです。最高です。本当ちゃんぽっぽい。まあこれはね、カレー動画のおまけにつけると思いますので、動画はこの辺にしておきます。ご視聴ありがとうございました。ではでは。